皆さん、こんにちは。私は福岡県庁商工部新産業振興課の牧尾と申します。これから就職先を考える学生の方も、転職を考えている社会人の方も、福岡県庁の薬剤師職に興味を持っていただき、ありがとうございます。行政薬剤師については、あまり知る機会がないと思いますので、ここでは福岡県の行政薬剤師の魅力を少しでもお伝えできればと思います。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。私は福岡県北九州市出身で、福岡大学薬学部を卒業し、その後、大学院の修士課程に進み、2009年に福岡県庁に入庁しました。現在入庁して14年目、商工部新産業振興課のバイオ班に所属し、バイオ関連産業の振興を行っています。行政薬剤師といえば、薬局や病院に対して立ち入り検査をしているイメージが強いと思います。薬局や病院などと関わる部署以外に、福岡県庁では様々な部署で薬剤師が活躍しています。福岡県庁薬剤師職の様々な業務についてご説明させていただきますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。本日はご覧のような内容でお話ししたいと思います。まずは福岡県職員薬剤職の概要で、どんな場所で何人くらいが働いているのかをお伝えし、その後、そこで行われている業務内容について代表的なものを紹介します。続いて、私の職務経歴と担当業務、なぜ福岡県職員になったのか、一緒に働きたい人材、最後に薬剤師のキャリアパスについてお話しいたします。まずは、福岡県職員薬剤師職の概要です。皆さんが県職員になるには、2つの入り口があります。行政職と研究職の2種類です。それぞれ、受験資格も業務内容も全く異なっています。大まかに分けると、行政職は薬剤師免許を持っている人か、免許取得見込みの方でないと受験できず、業務はいわゆる行政の仕事です。研究職は薬剤師でなくても受験することができ、業務は検査や研究ということになります。行政職の薬剤師は保健福祉環境事務所で約70名、県庁などで約30名が働いています。保健福祉環境事務所というと聞きなじみがないですが、いわゆる保健所のことです。一方、研究職として入庁している薬剤師の勤務場所は、太宰府市にある保健環境研究所で約10名が働いています。行政職の場合は3から5年で人事異動があります。勤務場所の中に離島はないですし、福岡県は交通網が発達していますので、勤務時間が延びることはあっても引っ越さずに済みます。他の自治体では離島勤務があったり、全国展開している企業では転勤が当たり前だったりしますが、福岡県職員の場合は行政職も研究職も生活の拠点を築いた上で仕事に励むことが可能です。また、100名程度の薬剤師の先輩職員がいますので、相談したり、頼ったりしやすい環境だということも大きな魅力だと思います。続いて、薬剤師の業務内容を簡単に紹介します。まずは、最も勤務している人が多い行政職の職場である保健福祉環境事務所からです。保健福祉環境事務所で薬剤師が担当する業務は、主に薬務関係、食品衛生関係、環境関係がありますので、それらについて紹介していきます。まずは薬務関係業務からです。総務企画課という部署で、薬局や医薬品販売業、医療機器販売業の許可指導、病院や診療所への調査指導、薬物乱用防止の啓発などを行っています。この写真はダメ絶対キャンペーンという街頭で薬物乱用防止を呼びかけている運動の様子です。薬剤師会や保護司会、ボーイスカウト、ガールスカウトなど様々な関係団体と協力して実施しています。次に、食品衛生関係業務です。保健衛生課という部署で、飲食店などの食品営業施設の許可指導、食品衛生監視、食中毒が起きた時の対応、理美容所、旅館などの許可指導を行っています。この写真は食品製造業の施設に立ち入り調査を行っているところです。製造施設では異物混入が許されないため、
調査を行う職員も帽子、マスク、白衣を着用の上、衛生的に管理が行われているかなどを確認しています。次に、環境関係業務です。地域環境課、環境指導課という部署で、大気や水質環境の保全、温泉の許可、鳥獣保護、地球温暖化対策の啓発、産業廃棄物の処理に関する許可指導を行っています。この写真は河川の水質検査をするために水を汲み取っているところです。この後、保健環境研究所に水を運び、水質の検査が行われます。次に、県庁の業務内容について紹介します。まずは、薬剤師職の本丸である薬務課の業務について紹介します。薬務課では、医薬品、医療機器などの製造許可指導、卸売販売業の許可指導、毒劇物の製造登録指導、正規流通麻薬などの監視、薬物乱用防止対策の推進、ジェネリック医薬品の普及促進、医療機器産業の振興などを行っています。薬務課以外にも県庁で薬剤師が配属する部署は多数あり、おおよそここに記載されている何々課に所属することになります。県庁では保健福祉環境事務所で行われている薬務、食品、環境の業務についての総括的な役割があるほか、保健福祉環境事務所は担当していないような専門的、広域的な課題に取り組んでいます。各課の詳細な業務までは説明しきれませんので、詳しく知りたい方は該当する課を検索してみてください。私は赤字で記載されている商工部新産業振興課に所属していますので、後ほど新産業振興課の業務内容についてお話しいたします。次に、研究職の勤務場所、保健環境研究所について簡単に紹介します。保健環境研究所とは、県民の健康と快適な環境を守るための研究機関です。調査研究や試験検査を行っています。薬務関係では危険ドラッグの成分検査、食品関係では食品に食中毒原因物質が含まれているかどうかの検査、環境関係では水質の検査、また保健、環境教育、研修や情報発信なども行っています。この写真は河川の水に含まれる有害物質を調べているところです。また、福岡県職員として県庁や出先機関の保健所などに勤務する以外に派遣されて厚生労働省に勤務する薬剤師がいます。この期間は県職員を離れ国の職員として勤務します。厚生労働省では医薬品、医療機器等の監視指導や製造許可指導、医薬品等の安全対策業務等の関連部署に所属します。現在も1名厚生労働省に派遣されています。派遣中は東京に住むことになりますが、東京には福岡県職員用の職員住宅が用意されています。福岡県職員には事務系職員以外にも様々な職種の職員がいます。その中でも薬剤師が業務の中で関わる職種は医療職の職員が多いです。薬剤師以外の代表的な医療職は医師、獣医師、保健師、臨床検査技師で、他に化学職の職員とは、環境部門で一緒に仕事をします。医療職の職員とは主に保健所で一緒に仕事をすることが多いです。次に、私の職務経歴をお話しいたします。入庁から3年目まで、県庁の薬務課麻薬係に所属し、医療用麻薬の適正使用や薬物乱用防止対策等の業務を行いました。4年目から6年目まで南筑後保健所で食品衛生係に所属、食品工場において食品の衛生管理等の業務を行いました。7年目から8年目まで南筑後保健所で環境指導課に所属、産業廃棄物に関する業務を行いました。9年目から11年目まで県庁の循環型社会推進課に所属し、公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センターへ派遣されました。福岡県リサイクル総合研究事業化センターでは、リユース、リデュース、リサイクルに関する研究開発を支援する業務を行いました。
12年目から13年目まで、粕谷保健所で企画指導係に所属、薬局などの許可、医薬品の適正管理に関する業務を行いました。14年目からは現在、県庁の新産業振興課バイオ班に所属しています。入庁から現在まで、県庁と保健所を定期的に行き来し、また、薬務、食品、環境、産業振興と多くの業務を経験させていただきました。次に、私が現在所属している商工部新産業振興課バイオ班の業務内容についてご紹介します。新産業振興課バイオ班は、バイオ技術を核とした新産業の創出、バイオ関連企業、研究機関の集積を目指す福岡バイオバレープロジェクトを推進する業務を行っています。このバイオバレープロジェクトは、福岡県と久留米市が連携し、平成13年度からスタートいたしました。令和3年には内閣府から地域に応じた特色あるバイオ分野の取り組みを展開する地域バイオコミュニティの第1号として福岡県が認定され、福岡県にバイオコミュニティを形成するため様々な事業を行っています。福岡バイオコミュニティには高度な分析機器等が安価で使用できる魅力的なオープンラボ、産学科の充実したネットワーク、研究開発を行えるインキュベーション施設、多くの研究開発支援など特徴があります。新産業振興課バイオ班では、バイオベンチャーの集積、成長のため、このような研究環境を整備したり、新たな施策を考えて実施しています。福岡バイオコミュニティの取り組みについて詳しく知りたい場合は、福岡バイオコミュニティで検索してみてください。次に、なぜ福岡県職員になったのかです。一つ目は、福岡県出身であり、大学も福岡大学。生まれ育った故郷をより良くしたいと思ったからです。二つ目は、医療費高騰が社会的課題である中、ジェネリック医薬品の普及について、行政薬剤師の立場から課題解決に関わりたかったからです。この動画をご覧いただいた中で、福岡県職員として、こんな仕事をしてみたい、などと考えていただけたら幸いです。次に、自分が一緒に働きたい、また自分自身がこんな風に働きたいと思っていることについてお話しします。一つ目は、何事に対しても前向きであることです。仕事では困難なこともありますし、県民の方からお叱りの言葉をいただくこともあります。常に前向きに行動することが大事だと考えています。何事もまずチャレンジです。二つ目は、人とコミュニケーションを十分に取ることです。行政では関係機関と連携、調整して業務を進めることが多いため、コミュニケーションを怠ると業務がスムーズに進みません。逆にコミュニケーションを密に取り合うことで困難な業務も進めることができます。福岡県庁薬剤職のおすすめポイントは、県外出身者でも転職者の人でも問題ないということ、福岡県に生活の拠点を築くことができるということ、先輩職員がたくさんしていろいろ相談しやすいということ、薬務、食品、環境の行政の業務を幅広く経験できるということ。最後に、行政の仕事を通じて県民の安心安全な生活に貢献できるというところです。最後に、薬剤師のキャリアパスについてお話しします。新規採用後、県庁または保健所で勤務します。ここ数年は新規採用後、ほとんどの場合は保健所に勤務となっています。その後、3年間から5年間は同じ所属で勤務します。その間、所属の中で薬務、食品、環境など部署移動することもあり、一つの所属で複数の部署を経験することもあります。その後、他の所属に移動します。移動の際は職員の住所や家族関係等の本人の希望を踏まえて移動先が決まります。事務職以外の職種を包括して技術職と呼んでいるのですが、薬剤師も技術職に該当します。採用後、技術職は技師という職名で任用され、経験年数、年齢、勤務成績等により、主任技師、技術者へと昇進していきます。薬剤師の課長級以上の総数は多くないですが、薬剤師も事務系のポストにつけるかどうかは能力次第という意味では同じです。
薬剤師の能力が認められればポストにつける可能性は大いにあります。ぜひ熱意のある方に入っていただきたいと思っております。職種や福利厚生など気になることがありましたら、ホームページをチェックしてください。この他の疑問・質問などがあれば、ホームページに掲載のお問い合わせ先にメール、電話でもお問い合わせいただければと思います。少しでも福岡県で働くということに興味を持っていただければ幸いです。ありがとうございました。